ヒックとドラゴンは2010年のアメリカの 3D アニメ映画。監督はリロスティッチのディーン・デューボアとクリス・サンダース。イギリスの児童文学作家、クレシッダ・コーエルの同盟の児童文学が原作である。北米では約2億1700万ドル以上の興行収入を上げている。また、このヒットを受けて続編の制作が決定した。 続編は2014年6月13日に全米公開されている。はるか北の海に浮かぶバーク島。そこに暮らすバイキング一族は長きにわたってドラゴンと争い続けていた。鍛冶屋で修行中のヒよアな少年ヒックは立派なバイキングになることを夢見ているが何かと問題を起こすばかり。村にたびたび襲来するドラゴンとの戦いでは いつも邪魔者扱いされていた。ヒックの父で、村のリーダーでもあるストイックも、変わり者の息子の扱いに悩んでいた。ドラゴンが襲来したある未明、ヒックは自ら発明した、投擲機で、最も危険とされる、ドラゴンのナイトフューリーを捕らえることに成功する。ナイトフューリーを倒せばきっと誰もが認めてくれる。しかし森の中で傷を負ったフューリーを見つけても、 ヒックは殺すことができなかった。彼は飛べなくなったフューリーをトゥースレスと名付け、互いに警戒しながらも少しずつ距離を縮めていく。トゥースを再び飛べるようにするために飛行訓練を重ねながら、ヒックはドラゴンの修正を覚え、それをドラゴン訓練に生かしてうまく立ち回っていく。次第に周囲から注目を集めるようになったヒックは父、ストイックをはじめ、 ドラゴンを敵と決めつけるバイキングたちの意識をどうにか変えたいと思うようになる。声優は、言語版、日本語版の準監督の一人であるディーン・デューボアは、遊園地のような飛び出す、3D 映像にしたくなかった、画面に引き込まれるような 3D にすることを心がけた、とインタビューで語った。撮影アドバイザーとして、ロジャー・ディーキンスが参加し、彼の助言により、 自然光を意識した撮影が行われた。両監督は宮崎駿やスタジオジブリ作品のファンであり、本作の飛行関連のシーンは、紅の豚や魔女の宅急便の影響下で作られた。なお主人公のヒックとトゥースのキャラクターデザインは、ドリームワークスアニメーションに在籍している野口隆夫が担当した。ジョン・パウエルが本作の音楽を担当し、 サウンドトラック版がアメリカで2010年3月23日、日本で7月28日に発売された、は日本語版のタイトル。日本ではお笑いコンビのオードリーが宣伝キャプテンを務め、予告編やテレビ CM に登場、トゥース、という決め台詞を絡めて宣伝した。また、イメージソングとしてベッキーが作詞、歌唱するエメラルドが使われた。 北米では、公開発週末3日間で4373万2319ドルを、火星で、初登場1位となった。それは、モンスター VS エリアンの初動成績の5932万1095ドルと、比較するとかんばしくないものだったが、口コミによる評判で翌週以降の下落率が低く、抑えられ、5週目には再び1位に返り咲いた。 2011年3月5日、現在、北米で2億1758万1231ドルを、稼いでおり、同年内第9位の成績である。ロッテントマトズの評論家によるレビューは98%が、肯定的なもので、平均点は10点満点中7.8点だった。また、メトクリティックでは33のレビューで100点満点中74点だった。 日本では2010年3月、全国子供会連合会によって、映画分野での子供会推奨マークの認定を受けた。日本では2010年12月17日、ブルーレイと DVD の販売、レンタルが同時に開始された。特典映像の内容はほぼ共通だが、ピクチャーインピクチャーによる作品解説やトリビアが、ブルーレイにのみ、プリントアウトできる、静止画が、 dvd にのみ収録されている。また、共通部分の中に、短編、ボーンクラッシャーの伝説がある。これは、本編の後日談で、ゲップが、ヒックたちを連れて、骸骨ドラゴンを退治に向かうという内容である。2010年4月27日、ドリームワークスアニメーションの CEO である、ジェフリー・カッツェンバーグは、続編映画の計画あり、さらに、 テレビシリーズの構想もあることを、ハリウッドレポーター氏で明らかにした。公開は2014年6月20日を目標としている。2014年4月、ハウツ・トレーニュア・ドラゴン2が、全米で公開。6月には、世界各国でも順次公開され8月末時点で、全世界興行収入6億ドルを稼いだほか、第72回ゴールデングローブ賞アニメ映画賞。 受賞などの成績を残している日本においては未公開の状態が続き、2014年7月には日本国内の有志によりチェンジ .org 上にて署名活動が行われ、7000人超の署名を集めた他、デュボア監督が直接署名に参加し、日本のアニメーションは私に大きな影響を与えました。特に、宮崎駿は、 私のヒーローですとメッセージを残している。2015年7月に DVD、BD が発売されることになった。2015年1月31日、第42回、アニー賞において、長編作品賞を、はじめ6部門で賞を獲得した。第3作についても公開が決定しており、2018年6月29日の公開日を予定している。アクティビジョンより、 映画を原作としたアクションアドベンチャーゲームが発売された。機種は Wii、XBOX360、PlayStation 3である。北米では映画公開日と同じ2010年3月26日に発売された。また、遅れて携帯機向けとして Nintendo DS、iPhone 版画も発売された。ありがとうございます。